ちゃんと別れるなら許すから、もう一度やり直さないか。ごめんなさい。もう総一とは夫婦としてはやっていけない。どうしても別れるって言うなら、慰謝料を請求するから。わかった。一括は無理だけど、分割で支払う。だから離婚してほしい。その翌日、仕事を終えて職場から家に帰ると、サキは荷物と一緒にいなくなっていました。俺の名前は総一。現在の年齢は32歳で、調剤薬局に薬剤師として勤めています。元妻のサキは俺と同じ年齢で、俺たちは30歳の時に結婚しました。俺たちは28歳の時に町が主催する婚活パーティーで意気投合し、お互いが30歳になった誕生日に入籍しました。俺とサキは誕生日も血液型も同じで、それを知った時は強く運命を感じました。結婚後も穏やかな生活を送り、俺はサキと結婚して本当に良かったと思っていました。平日は職場で一生懸命働き、休日はいつもより遅く起きて自宅でゆっくり過ごすのが心地よかったです。でも、サキは俺と同じ気持ちでいたわけではないことを後から知りました。サキがいなくなった前日に、サキはこんなことも言ってました。休日は寝てばかり。私は休日は喫茶店でお茶したり、もっといろいろ出かけたかった。総一が昼過ぎに起きてくるのも苦痛だった。まさかサキがこんな風に思ってたなんて。サキが家を出た半年くらい前から、俺はサキの変化に気づいてはいました。ストレートパーマをかけたり、女性らしい服装を着ることが多くなったのですが、特に気に留めることはありませんでした。おしゃれに目覚めたかなくらいにしか考えておらず、まさかサキが不倫してるなんて冗談でも考えたことはありませんでした。俺はサキに初めて会った時から強い運命を感じ、完全に信用していたためです。不幸は、ある日突然俺の身に降りかかってきました。サキのパート先にたまたま俺の知人がいて、その知人からサキがパート先の上司と不倫していることを聞かされました。すごく言いにくいんだけどさ、ちゃんと話すべきだと思って。え、何？総一くんの奥さんなんだけど、上司と不倫してるって社内でも有名な話なんだよね。え？サキがそんなことするわけがないよ。とにかく、ちゃんと奥さんと話し合った方がいいと思う。俺はサキが不倫していることを否定しましたが、その日からどんどん疑惑は深まっていきました。俺はようやく覚悟を決めてサキに話をすることにしました。サキが職場で不倫してるって噂聞いたんだけど、本当なの？そんなことあるわけないじゃない。サキがそんな風に笑って言ってくれたら、それ以上問い詰めるつもりはありませんでした。しかし、深刻な顔をしたまま、サキは黙り込んでしまいました。サキが不倫なんかするわけがないよね。サキの表情を見て、上司と不倫してるという噂は本当なんだと直感で悟りました。少し変だなと思っていたことが、この瞬間にすべてつながりました。家にいるときに携帯電話ばかり見るようになったこと、妙にそわそわしてメイクをしていること、急にテニス教室に通い始めて家にいない時間が増えたこと、サキが通っているはずのテニス教室に恐る恐る電話してみると、申し訳ありませんが通われていませんと告げられました。テニス教室に行くと嘘をついて、サキは不倫相手と会っていたのでしょう。それでも俺は何とかサキとやり直せないものかと考えていました。不倫をしたサキが悪いのですが、自分にも非があったと思うところがあったためです。結婚する前は俺が運転してサキをあちこちに連れて行きましたが、結婚してからは休日に一緒に出かけることはほとんどありませんでした。俺は家でゴロゴロしてゲームをしたり、パズルをしたりと自分の好きなことばかりしていました。これからは
一緒にカフェでコーヒーを飲んだり、映画館に映画を見に行こう。俺が変われば、きっとサキの気持ちも戻ると思っていましたが、すでに手遅れでした。サキの俺に対する愛情は完全に冷めていて、慰謝料を払ってでも離婚したがっていることが分かったためです。サキが家を出てから数日後に、一通の封筒がポストに入っていました。開封すると、離婚届と自宅の鍵が入っていました。サキに捨てられた。次の瞬間に涙がボロボロとこぼれ落ちていきました。こんなに泣いたのは、小学5年生の時以来です。あの時も、俺は大切な人から捨てられ、泣いていました。なんでお母さんは家を出て行ったの？総一にはお父さんがいるから大丈夫だよ。俺が小学5年生の時に、母親は俺を置いていなくなってしまいました。大人になってから母親が出て行った理由が不倫だったことを父から聞きました。俺が仕事ばっかりだったのがいけなかったんだろうねと父は悲しそうに言いました。父親は会社を経営していて、母親がいなくなるまで毎晩遅くまで休みもなく働いていました。しかし、母親がいなくなってからは仕事をセーブして、俺と過ごす時間を作ってくれました。休みになると俺を車に乗せてあちこちに遊びに連れて行ってくれました。父子家庭になりましたが、父親のおかげで俺はあまり寂しい思いをせずに過ごすことができました。母親に捨てられ自信をなくしていた俺を助けてくれたのが父でした。元妻に捨てられ、俺は無気力になっていました。こんな時に父さんが近くにいてくれたらな。父は現在70歳で、経営していた会社は売却し、今は囲碁やカラオケを楽しみながら一人暮らしをしています。父親に頼りたいという気持ちがありましたが、高齢だし心配をかけたらダメだとの気持ちが勝って、俺は元妻と離婚したことは黙っていました。俺が勤める調剤薬局でいとこも働いているのですが、俺は元妻との離婚で精神的にかなり参っていることを正直に話しました。いとこから上司に話をしてもらい、俺は1週間仕事を休めることになりました。1週間落ち込むだけ落ち込んだら立ち直ろう。俺はそう決めて1週間は落ち込んで良いことにしました。泣いたり落ち込んだりした方が立ち直りが早いといとこがアドバイスしてくれたためです。その翌日からとても不思議なことが俺の周りで起き始めました。月曜日に玄関ドアの入り口に俺の大好物の梨が入った袋がかけられていました。火曜日はチョコチップクッキーでした。水曜日は袋の中には食べ物ではなく1000ピースのジグソーパズルが入っていました。木曜日はまさかのルービックキューブ。俺はルービックキューブが大好きで、一度始めると何時間も熱中してしまいます。その夜、俺は時間が経つのを忘れてルービックキューブに夢中になりました。明日は何が届くんだろう。俺は玄関のドアを開けるのが楽しくなってきました。そして日曜日まで、毎日玄関ドアの入り口に俺が好きなものがかけられ続けました。でも、こんなことをするのは一体誰なんだろう。毎日黙って俺が好きなものを置いていくなんて、なんだか物語みたいだな。その時、俺はハッとしました。子供の頃、父親が寝る時に読んでくれた絵本を思い出したのです。確か、子熊が友達を元気づけるために、毎日友達が喜ぶものをそっと置いていくというような内容でした。俺が好きなものを知ってるのは、父親か友人、サキ、元カノくらいです。サキや元カノの可能性はほぼゼロ、いや、確実にゼロです。可能性として一番高いのは、やっぱり父親なのかな。でも実家から俺の家までは、車でも片道1時間はかかります。
昨年車の免許証を返納している父が毎日来るわけがありません。片道1時間かけてタクシーで来るというのもちょっと考えづらかったです。正体はわかりませんでしたが、謎の人物のおかげで俺はかなり元気になっていました。1週間も休ませてもらってごめんね。もう大丈夫だから。よかった。ああ、総一君に一つ謝っておかないといけないことがあるんだ。え、何？総一君のお父さんにいろいろ話しちゃったんだよね。やっぱり父さんだったのか。何が？いや、何でもないよ。さて、今日からバリバリ仕事頑張りますよ。休んでた分を取り戻さないとね。そう来なくっちゃ。母親がいなくなった時も、元妻がいなくなった時も、いつも俺のそばにいてくれたのは父親でした。次の休みの日、俺は父親の大好物の食べ物をたくさん持って実家に行きました。父親は笑顔で迎えてくれました。総一、離婚した割には元気そうじゃないか。さすが俺の息子だね。やっぱり毎日俺の家に来てたのは父さんだったんだね。父さんのおかげで元気になれたよ。俺はその日実家に泊まり、久しぶりに父と夜遅くまでお酒を酌み交わしました。